皆さんこんにちは、ダラゴン講師の片平でございます。今日は何をやっていくかと言いますと、16分音符のカウントの仕方。レッスンの時に生徒さんから質問がありまして、ね、16分音符のカウントの仕方ですね、それについて解説をしていきたいなと思います。で、僕は専門学校でこのカウントの仕方を勉強したんですけれども、英語圏でドラムをやっている方は大体このカウントの仕方かなと思います。で、16分音符なんですけれども、まず大切になってくるのが、まあ、4分の4拍子の場合、 1,2,3,4 っていうこの四分音符をしっかり明確にすること。その上で、まあ、プラス残り3打各音符の間に入ってくるわけなんですけれども、それらもしっかりカウントしていこうというような形になってます。で、16分音符のカウントなんですけれども、最初が数字1で、2打目が E、 3打目 N、 4打目 R、 1 E N R という形でカウントします。2拍目は2 E N R で、以下3、4拍目同じ形です。で、それで4拍分カウントしてみると1,2,3,4 を明確にしながら、しっかり4つずつ16分音符4つを歌っていくっていう形です。じゃあ16分音符4つタッ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 タ、じゃあない場合、違うリズムの場合はどういう風にカウントするかっていうのをやってみましょう。試しに譜面を1個出して、こんなリズムでやっていきます。タッ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 、うんタッタッタンタンタッタッタッですね。これでやっていきます。で、最初はタッタッタッタなので、1拍目はさっきと同じように1 E N R でカウントしてもらって大丈夫です。で、2拍目なんですけども、2拍目は頭8分音符1個分休みなんですが、2はカウントします。2で E、 16分音符2個目は叩きませんので、2 E は言わず、その後の N R、 2 N R、 1 E N R、 2 N R ですね。1、2拍目を続けると1 E N R、 2 N R です。で、3拍目は頭の3と、あと3つ目なので N の部分ですね、3 N になります。で、これと同じように4拍目は1個目2個目4個目なので4 E R 4 E R、 3、4拍目を続けると3 N 4 E Rという形になります。じゃあ4つを続けてみましょう。4つを続けると 1 E N R 2 N R 3 N 4 E R、 もう一回やってみます。 1 E N R 2 N R 3 N 4 E R、 というような形になります。頭が休符のところでもうしっかり何拍目にいるかを理解するために、まあ、この場合は2拍目の話ですね。2っていうのはカウント しながら、あと必要な ENR 叩いているところをカウントしていこうというような形、自分でリズムを歌いながらカウントも同時にしていこうというようなカウントの仕方になっております。このカウント非常に便利ですので、ぜひゆっくり16分音符の、まあ、例えば譜読みの練習だとかリズムの練習をするときにカウントをつけながら、早くなるとカウントするの大変なのでバダダダってなっちゃうので、ゆっくりの段階で丁寧にカウントしながらやってみてください。そうすると自分のね、拍、いる拍がまず明拍になるっていうこと、そしてかつ16分音符4つを正確にタッタッタッタと歌いながら分割して綺麗に演奏できるようになること、いいこと尽くしなので、ぜひチャレンジしてみてください。歌いながら叩くって結構難しいです。ではぜひやってみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。